どうも、サンマイプロデュースのジンです。今回は生活施設専用カスタマーズの中からスタッフが特におすすめする内装カスタマーズを3つ紹介していきます。パーツの魅力をより分かりやすく伝えるために別で撮ったパーツの写真や動画、商品ページを見ながら解説していきます。それでは早速見ていきましょう。一つのパーツは Windows スイッチパネルですね。こちらは販売開始から大好評いただき CX 品の定番パーツといっても過言ではないくらい人気のパーツですね。 Windows スイッチ周りに装着することでより高級感のある見た目にドレスアップできるパーツとなっております。カラーはサテンシルバーとツヤありブラックヘアラインとピアノブラック3色をご用意しております。一番人気のカラーはツヤありブラックヘアラインとなっております。ツヤありブラックヘアラインは派手すぎずシフで落ち着いた雰囲気のあるカラーで高級感のある CX 製品の内装に自然に馴染みます。霜が残りにくいため使用感が目立たないのもおすすめポイントですね。サテンシルバーは金属の光沢感を抑えてメタル感を表現しました。内装のアクセントになり派手すぎず落ち着いた高級感を演出します。ピアノブラックカラーは色の表現が難しいため当店専属の塗装職人が一つ一つ丁寧に仕上げています。他にはないツヤ感と高級感で内装に深みのある高級感を追加します。こちらのカラーは他のカラーより値段が少し高くなっているのですがそれでも満足いただけるようなクオリティに仕上がっています。そちらは全カラー共通で高品質ステンレスササミを使用しています。耐風性耐食性に救えているので長期間ご愛用いただけます。2つ目は超定番パーツの内側スカーフォイルですね。乗降時に傷がつきやすい部分をしっかりとガードします。樹脂に傷がついてしまうのが気になってしまうという方にはおすすめのアイテムです。こちらさらに滑り止めゴムが装着されているので雨の日やお年寄り、お子さんの乗り降りをサポートします。保護だけではなくデザインにもこだわりドレスアップ効果も抜群です。保護するために買ったのに逆に踏みたくなくなったというオーナー様もたくさんいるみたいんですね。こちらのカラーはシルバーヘアラインとブラックヘアラインとカーボン状3色をご用意しております。シルバーヘアラインはツヤをあえて抑える加工を施すことでキッズが目立ちにくくワンポイントアクセントになることで明るい雰囲気にドレスアップします。ブラックヘアラインは重厚感がありシックで落ち着いたカラーなので上品な高級感を演出できるカラーとなっております。カーボン上はブラックを基調とした落ち着いた雰囲気に仕上げています。リアルタッチなカーボンラインが洗練された本物感を表現します。こちらの素材は高品質ステンレスササミを使用していますね。当店ではこちらの内側スカーフォイルだけではなく外側の塗装部分を保護する外側スカーフォイルも販売しております。同時に装着することで統一感のあるカスタムをすることができます。両方のパーツを装着すると保護効果も抜群なのでぜひ両パーツを装着してくださいね。最後に3つ目のパーツを紹介します。3つ目はラケジスカーフォイルですね。トラックナイフラケジエンドの樹脂部分に装着する方向パーツですね。トラックへの荷物積載時に付きやすい汚れやキッズからシャッターを方向します。普段使いアウトドア用途にもおすすめのマストアイテムです。製品外周に方向ゴムが装着されているのでシャッターへのダメージも最大限に軽減します。保護だけではなくデザインにもこだわってドレスアップ効果も抜群ですね。カラーは内側スカーフォイルと同様でシルバーヘアラインとブラックヘアラインとカーボン状3色をご用意しております。お母様の好みに合わせてご選択ください。ちなみに当店ではラケジ入口部分を保護するパーツとしてリアバンバーステップガードも販売しております。ラケジスカーフォイルと同時に装着することでラケジ入口部分の雰囲気をガラッと変えることができます。リアルバンバーステップガードはバックドアを閉めた時も見えるので外装のドレスアップにもなります。ラケジスカーフォイルと合わせて少しお得なセットでの販売も行っているのでぜひお得に両パーツ手に入れてくださいね。はい、いかがでしょうか。
今回紹介した全てのパーツはサムライプロデュース各店舗で販売しているので、気になった方はぜひ概要欄にあるリンクからチェックしてみてください。今回紹介した以外のパーツもたくさん販売しているので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録していただければ、あなたの愛車に役立つパーツや電車商品が見つかるかもしれません。通知ボタンも忘れずに、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。